どうもこんにちは、天才です。今回なんですけども重大発表がありまして、こちらツイッターを開きます。こちらドン、なんとですね、プロとして活動していくことになりました。所属はですね、このジュピターというチームなんですが、まずはこの紹介動画を見てもらえますか。で、めちゃくちゃかっこいいんですよね。なんかデザイン系そういうのでやってるとこなんで、なんかめちゃくちゃ動画とかデザインとかかっこよくて、マジですごいんですよね。いや本当に、まあもともとアニちゃんがあれで世界大会で活躍して、まあそっからこういうなんか始まった感じなんですけども、僕も呼んでいただいて、まあこんな感じで、こんな形で4人で活動していくことになりました。でマジでかっこいいですよねこれ。でまあこんな感じでですね、これからはプロとして、まあ、YouTube もプレイも世界大会優勝を目標に頑張っていくので、これからも応援よろしくお願いします。というわけでですね、今から改名の儀式をやっていきたいと思います。ちょっとね、ジュピター、名前をですね英語にすることになったんですよね。ジュピターが JUP、 略し方が JUP なんで、よかったらJUP やってる方は、押してくれる方は、稲妻マーク、ファンマークが稲妻マークで、ファンネームはまだないんか。で、大会とかで、ハッシュタグ JUPWIN みたいな感じで応援してもらえるとありがたいです。これ合ってるかな、これ。半角じゃない、これ絶対。ちょっと待ってよ。多分これなんよね。これ合ってるよな。なんか怖くなってきた。え、これ合ってるよな。間違ってたらちょっともう一回解明するけど、ちょっと待ってよ。棒で出てくるいやでも変換出てこん。ちょっと待って、これキーボードやからかんわ。ちょっとグダグダしててすいませんちょっとね、今発表してちょっとテンションも上がって、もうずっとね発表したかったんですよね。どれや、マジでね、ずっとみんなそわそわしてた。アニちゃんの3人も、ミルクリオなんかね、ちょっと今日誕生日でね、その日に発表させてもらえるということで、レッドブル、次ある18日19日にあるレッドブルからもプロとしてやっていくことになるんで、まあね、そこら辺からも多分ユニフォーム着てやるんかな、多分やっていくと思うんですけど、いや本当にありがたいことです。これで合ってるかな、ちょっと間違ってたらやばいけど、多分これで、そうですね、全部大文字なのは、なんか代表者の、ジュピターの代表者の方から、まあこれに方がいいみたいな感じで言われたので、まあこれにすることになりました。というわけで、あ、もう一回ね。待ってよ。この細い方ね。間違えた。違う。OK。というわけで、あ、まだや。やばい、そわそわしてる、普通に。改名と。よし、これからね、この名前でやっていくので、よろしくお願いします。対戦、ゲーム内で戦ったりしたら、これが、これからの自分なんで、よろしくお願いします。いやー、マジで、嬉しいなー。でね、春からね、もう、4人で上京して、やっていくんで、本当にそれが楽しみですね。本当にみんなで集まって、そのリアルで会ってやっていくんで、その通話とかじゃなくて大会とかも、なんでまあそのいろいろみんなで切磋琢磨しながら、試合ながら強くなっていけれたらいいんじゃないかなと思います。今年ねもう大会もめちゃくちゃあるんで、まあ、早速11日にチャンピオンシップチャレンジがゲーム内でありますし、その後18、19かにオンライン予選があって、3月にそのオフライン大会があるんで、それが計8回かな、8回やるんで、もう全部勝てば計9回世界大会行くチャンス、まあその他にもレッドブルとか他に大会とかあると思うんですけども、そういうのもねいろいろ出ながら頑張っていきたいと思うので、本当に応援よろしくお願いします。まあね、基本的に活動はツイッターかな、ツイッターで
出てると思うんで、よかったらジュピターのツイッターと僕のツイッターのフォローもよろしくお願いします。あとね、実は裏でインスタ作ったんで、よかったらインスタの方も、まあいつ頃から本格的に使うかわかんないですけど、今はあんまり使わないと思うんですけど、今後ね、いろいろストーリーとか載せていけたら、載せていけたらなと思ってるので、よかったら概要欄に貼っておくのでフォローもよろしくお願いします。いやー、マジでテンション上がるわ。これね、ちょっと前から、まあ、12月ぐらいから話いただいてて、それで発表するまでもうずっとそわそわしてたんですよね。もうみんな本当に4人の LINE グループでなんかもうずっとそわそわしてて、なんかちょっと匂わせてたでしょ、なんかいろいろ、あの稲妻マークとか、ちょっとあの Twitter 見てた人とか細かく見てたら気づいたと思うんですけど、その匂わせ方ひどいでしょ。で、これ12時半ぐらいに発表されたんですけど、12時7分ぐらいに、もうなんかミルクレオが我慢できずにちょっとなんか匂わせたりしてたんですけど、まあ、そんぐらいね、嬉しいことで、本当にありがたいんですけど、ますますね、頑張っていきたいですね、結果残して。本当にこういうチャンスいただいたので、マジでありがたいですよね。やっぱりプロとしてやっていくと、あの、いろいろね、なんか、やれることも増えてくるじゃないですか、そのアマチュアよりかは。なんでね、もう本当に、とりあえず全力で、できる限りのことをして、まあ、チームにね、貢献できるように。まあね、味方はね、世界大会2位の兄ちゃんですからね。まあそこはね、僕も、そこの力になれるように、大会での実績とかね、つけていけたらいいなと思います。僕ないんですよね、大会の実績、特に。なんでね、これから本当に、そういうところもね、どういう大会での勝ち方、やっぱりちゃんと勝ってきてるんで、オンライン大会とかは、まあ、最近はないけど、まあ、ぼちぼち勝ってるんですけどね。そういう面でもね、いろいろ学ぶこともあると思うんで、いろいろね、本当に。うわぁ、ミスった。助け合いながら頑張っていきたいと思ってます。よしよしよし、あぶねえ。ちょっと待ってよ、これ早速順位が悪いですね。これあと1キルしたら絶対順位上がるから。終わった、これやばい、頼めて、マジで。あ、終わった。いやー、解明してすぐの1戦目はダメでした。まあね、いや、そういえば、トロワーゲができてない、マジで。今シーズン、前の動画から、全然トロフィー上がってないと思うんですけどね。マジで今できてないんで、ちょっと本当に頑張っていかんといかんなってところですね。今年中に全キャラ、ランク35やっていきたいと思ってるんでね。あと何キャラやろ、ちょっと見てみますか。1,2,3,4,5,6,7,8,9,12。12?3,6,9,12,13,14? あと14ですね。14体を今年中に。多分余裕でいきそうですが、まあね、キャラもいろいろ増えてくると思いますし、その全キャラ早めにやって、総合トロフィーとか上げて、あと、何やろ。あと何でしょう。今年にゲーム内でやっておきたいこと。もう世界一、トロフィー世界一、全キャラ35。あとパワープレイ1。ちょっとね、今シーズンパワープレイミスっちゃってるんですよね、これ。昨日のバトロイでちょっとミスっちゃったんですけど、ここから挽回して頑張っていきたいと思ってるんで、今年にパワープレイ1位も。で、あとはそんぐらいかな。やっていきたいと思ってるので、これからも YouTube、よかったらチェックしてみてください。ちょっとあと、ちょっと買って終わりたいな。ちょっと買って、締めたいと思います。どうしよう。ダイナでも行ってきますか。よし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 。いやー、マジで嬉しいですね。いろいろ Twitter 早速リツイートとかいいねとかリプとかマジで祝ってくれて、マジで嬉しい限りです。まあ、全部返すんでちょっと遅くなるかもしれないですけど、全部返すので、よかったらリプライとかでいいねとかリツイートとかよろしくお願いします。よし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 。あと、兄ちゃんの動画じゃない、チャンネルリンクもね、
ずっと概要欄に貼ってると思うので、まあ多分俺のチャンネル見てる人アニちゃん登録してると思うんですけど、まあよかったらね、僕もたまにアニちゃんのチャンネルに出るかもしれないんで、よかったらねチャンネル登録してあげてください。してあげてください。ちょっとなんか上からちょっと違うな。してください。よし、これ勝てそう。よし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 、いいぞいいぞ。プリモこれちょっと見せたいな。なんか見せぶしたいですね。これ絶対やってくる。あ、ミスった。待って待って、ボールがちょっとフランケンのウルトは呼んでたんですけど、2発目のあのダイナジャンプで後ろ戻ってその後シュートっていうのやりたかったんですけど、ちょっとダメでした。おお、なんか決まってる。よし、しっかり買って終われたということで、多分アニちゃんの3人も解明してるかな。ちょっとチェックしよう。まだしてないかもしれないですけど、アニちゃんアニちゃん、あ、まだですね。あ、まだやってないや。多分ね4人も、あ、3人もやると思うので、全員変わるのでよろしくお願いしますということで、今回はこれで終わります。高評価、チャンネル登録、コメントの方もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。